everybody's heard about the bird. プチ運動会ということで皆さん体を使って課題に挑戦していただきます。はい、任せてください。任せてください。はい、はい、ありがとうございます。段取り通りありがとうございます。ありがとうございます。で、みんなで課題を7人いるよね、7人いる中で課題を出しますので、その課題に挑戦していただいて、はい、見事クリアすればよしよしよしと。あ、もし、その課題クリアできなければ、お楽しみの罰ゲームでございます。罰ゲームあります。もちろん、罰ゲームがないとただわちゃわちゃしてるだけなので、必死にやっていただきたいということで、やりたくない。罰ゲームは後で後ほど発表します。終わって達成できなかったらボン。でどんなになるか分かれば、もう必死に達成するんですよね。頑張ろうしかないですね。お分かりですか。はい、ということで、はい、最初の、はい、ごめんなさい、最初の挑戦はこちら、はい、ババン。
か、これ風船。はい、風船どんだけ割れるねん。うわなんかそれが罰ゲームみたいな、ね、皆さんも罰ゲームですよね。若干な、ね、まあ、結構キャッ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 やったら慣れるもんやと思うから、はい、大丈夫ですよ。でこれどういうことかというと、はい、7人おる中で、まあ、3、4でも何でもいいですから、とりあえず分かって、あのまず風船を膨らます係に決めてもらう、はい、でそれを風船を膨らましたら割る係に渡して割ってもらう。体のどっか使って、うん、はい、まあ、不利じゃないですけど尻餅ついて割っていただくのが僕は一番面白いんじゃないかなとは思ってます。ただどこを使っても結構ですので、うん、大丈夫ですか、 OK ですか、はい、分かりますか、 OK、で、それを実はこれ結構割れないです。試してみると、結構かかると、結構ええやつ買ってきました。ええやつで100均なんですけどね、全然割れないんですよ。色がついてる分ね、分厚いかもしれない。色ついてない風船がよく分からない。俺、色ついてない風船があんまり分からない。いいツッコミ、はい。ありがとうございます。ツッコミちゃうでしょ。はい、で、まあとにかくやってもらえと、はい。で、本来は1分間に20個ぐらい割れたらええちゃうかと思ってたんですけど、はい、男の僕とかになかなかできませんでした。うん、ということで、時間は2分間で10。はい。10。はい、そうそう、5。5。5分。もうハードル低くした。え、絶対いけるやん。絶対いけるやん。割れや。頑張れや。私膨らませますわ。何やねん。じゃあ、こういうのも、あの、膨らます役と割る役でちょっと相談して。決まったら。膨らます、膨らます、絶対膨らます。割るわ。じゃあ、割る、割る。割ります。じゃあ、こっち4人膨らまして。こっち割るグループ割るんか、そっち。今あの相談してもらってる間、僕携帯いじってたわけじゃなくてね、あの時間のストップウォッチを出してたんでね。大丈夫です、はい、大丈夫です。誰も何も言ってない。こいつ仕事中に LINE 見てるでって思わないように、はい、いやあずさんはどんな面白い割り方をしてくれるの楽しみです、ね。ありがとうございます。どんな面白い袋持ち方をしてくれるの。割る方こっち。あ、ごめんなさい、膨らます方こっち。はい、そっちで割る方こっち。はい、割ろう。風船は、風船この辺にこう袋に入れといてください。とりあえず全員伸ばした方がいいですね。最初伸ばした方が、はい、黄色嫌や。さあ、OK でしょうか。膨らませる役がね重要なんでね、割りやすいように膨らませてくださいね。大丈夫ですか、準備は OK ですか。カラフルで用意してます。パンパンに膨らました方がいい、はい、ちょっと大きい方が。これちょっとやってみて、とりあえず2分間当てるから、ちっちゃい方がいいね。ちっちゃい方がでもあれちゃん準備できたって待ってるけど大丈夫。はい、OK、準備できました。はい、できました。 OK、 わかりました。じゃあ行きますよ。はい、じゃあ、なんぼほど割れんねん、マイク置いときや。はい、ちょっとギリギリまで持っとこうかなと思って喋りながら。大丈夫ほんまに。まだ、あ、まだ膨らますじゃないですか。じゃあ、ぬるさみライトプチ運動会風船なんぼほど割れんねん、よーいスタート。イエーイ、ダンダンダン、頑張って。いらっしゃいませ。早くちょうだい。え、ちっちゃい方がいい。いろいろやってみよう。あ、もう終わりそう。どんな感じ、いける、いける、はい。はい、バレてな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 い。30秒経過。あれ、これ僕ちょっとハードル低かったかな。いけ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 、大丈夫、いけいけいけ、はいはいはい。え、うそ、ちょっとごめん。よっしゃ、あと1個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 、わー、終了。分かりました。ということで第1回、1つ目の挑戦は、成功。やった、最高。みんなすごいね。よかった。これやっぱ割った人がファインプレー。膨らます加減もそうです、うん、だって膨らまさないとできないんですもん。いや、それ分かってる。だって俺が考えたやもん。俺が考えたやつやもん、これ。
両方言うじゃん。もうチームワークはやっぱ優れてたから。あ、そう。なるほど、なんかすっげえ悔しいわ。エッチローさんだけ何もやってない。そういうこと言わんといて。罰ゲーム、おい、自分で殴りに行った時俺何やねん罰ゲームで勘弁してくれや。あ、やりたくないですか罰ゲーム。いや、罰ゲームやりたくないですよ。あ、じゃあうちやりますよ。いやいや、なんでそんなこと。やらんでええやん、だって全然。やりますやります。じゃあやりますよ。どうぞどうぞ。やめよこの通り。やめよ。できたできた。やりたかった、やりたかった。特に用意してないんですけどね、罰ゲームは。まあね、罰ゲームはね、まあ、次の挑戦にとっておきましょう。はい、はい、はい。じゃあ成功ということで、続いてのチャレンジに参りたいと思います。よっしゃ、はい、かかってこい。はい、続いてのチャレンジはですね、ぬるさみライトプチ運動会人間文字。イエーイ。ありがとうございます。人間文字って何や。うん、何。まあね、あの、もじもじくんみたいなのをやりたかったんですけど、もじもじくんみたいなセットはできないということで、皆さん7人でアルファベットの文字を作ってもらいます。で、もちろんこれはね、1人1文字でもいいし、うん、2人で協力して1文字を完成してもらってもいいです。でね、今ここにお題があります。この、はい、ここに書いてる、文字を皆さんで完成してさせてくださいと。で、それをですね、見てる方々に伝われば OK、はい、正解者が出れば、伝わらなければダメ。で、要は伝わるようにちゃんとつけてほしい。皆さんにかかってますよ。そうなんですよ。でですね、大丈夫、責任を全て。面白いことに、このすいません、ショールームで見ていただいてる、はい、方ね、うん、おられるんですけどね、その方に回答してもらおうと思ったんですけど、はい、あのね、ネットの回線がね、途切れてね、ショールーム映ってないんですよ、こっち。はい、あれ。で、更新してなんとかしたいんですけども、はい、ちょっと待ってくださいね。でね、これがね、ちょっと難しいようであれば、会場に来てるお客様にお答えいただこうかなと。お願いします。お力ください。はい、はい、いうことなんでございますね。はい、はい。で、時間がかかりそうなので、うん、じゃあまず、コメント読めないのってコメント来てますけど。あ、コメント読めないのって来てます。コメント来てる。はい、こちらでですね、あ、やっとつながる。さっきまで全然繋がらなかったんですよ。はい、2回もね、電波はあるもんね。そうなんですよ、もうね、ただね、こんなところで僕ずっとね、グダグダやってるわけにもいかないので。そう、ね、初挑戦なんでね、ショールームライブっていうのは。いや、でもいろんな、たくさんの方見てくださってます。今300人ですね。ありがとうございます。結構見てくださってますね。ありがとうございます。嬉しいですね。本当にありがたいことでございます。本音読みながらやりたいんですけど、電波の関係で申し訳ないです。そうなんですよ、ちょっとね、はい、こっちでは見れないんです。こっちでいけるんですかね。まおまお、風船膨らませてなかったぞって来てました、今。いろいろやってた。 あれ膨らませてなかったけど。じゃあこっちでですね、僕コメント読めるので。読めました。はい、はい、じゃあこっちでなんとか拾っていきたいと思います。わかればコメント書いてもらえばいいんですよね。そうです、そうです、ね、今から。では早速一つ目のお題いきたいと思います。はい、一、はい、つ目はこちら。はいはい、口出したらダメですもんね。当たり前よ。やめて。わかりました。 OK ですか。この文字をみんなで協力してやってください。はい、特に時間制限っていうのはないんですけども、まあ、あの、空気を読んでテキパキとやってくださいね。okay、 大丈夫でしょうか。okay、 では、用意、人間文字用意スタート。こっちから、こっちから伝える。え、なんで自分参加しいや、何してんの。参加してよ。下の丸やるから。どうや、何をやって。下の丸やるえ、できるの。やっとね、ネットこっち繋がったんでね。何やってんの。え、じゃあね、こっちからやで、こっちからやで。え、何やってんの。え、これ2人もいらんくない。え、待って、何の文字。わからんって言ってますよ、わからんって。違う、これは絶対2人から見先だけ。できた。わかるかな。あー、もうこれ1
一番つらい。円になってる。円と円と円。これさ、さっきどうやった方が分かりやすいんやろ。こうかな。おいしょ。おいしいでしょう。わかったら言ってくださいね。はい、終了。あ、わかった、わかりました。はい。ちょっ、はい。いいですか。あ、大丈夫ですよ。言ってください。どう、まず O は、そう、これが何言ってるか分からんかって。 え、で、これ、S、これ何、 S、 あ、S ね、 S、 S で、あ、あ、2人でっけ、え、何、えぇ、さあ、あ、A、 A、 A、 あ、それ A か、これ、A、 あ、O、さあ、S、A、K、 若干 A と被ってない、あ、いいか、O、高野、あ、いいや、ごめんごめん、俺が言ってた、ごめん、分かってる。じゃあ、大阪ね。はい。これはもう、ありがとうございます。一つ目は、ちょうど、OK です。これは難しい。まあ、こんな感じになって、残り2問あります。はい。この中で2問、あと1個伝われば、まあ、OK なんですけども。はいはい、じゃあ、早速いきましょうか。結構ね、回転がね、この順番にしようか。なんとかでもね、コメントね、読めてるのでね、頑張れって、阿部さんからね、コメントもいただいております。では、いきますよ。続いてのお題はこちら。読める？これ分かる？じゃあ、一文字目2人で難しそうか、二人でやる。あ、でも、一人一人一人、あ、オッケー、二人ね、オッケー、大丈夫？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 これ一人で、じゃあ、いきます。人間文字、スタート！スタート！じゃんじゃんガチガチじゃんじゃん、マネじゃんじゃんじゃん、私めっちゃ楽なんやろ。さて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 、どうでしょうか。分かったら言ってください。分かったら言ってくださいね。みんなも聞いてください。 OK、 OK、 OK。 じゃあ正解分かった方、あ、何でも言ってみる。はい、どうぞ。あー、ありがたい。超いい。正解は堀江でございます。素晴らしい。ありがとうございます。優秀。これは答える方が優秀ですね。はい、本当に。ちょっとだから、あの、なさっきの流れで大体わかるやん。なんで崩すん？一個一個説明をね。はい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 。ありがとうございます。動きたくなるじゃないですか。あ、嬉しくてね。なるほどなるほど。で、これは、あ、これはでもわかりやすい。H や。わかりやすい。ほう、え、HO の O。うん。まあ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 。R どうやった？ああ。なるほどね。はい、R はやったことある。BIM さんと同じぐらいうまいですね。R は。で、個人的にやったことある。ゴーリーの I。あ、いい、あ、なるほどな。あ、これは簡単やったかな。わかりました、わかりました。これあの、よかった。あずちゃん、おっきいなってきてるわ。おっきいな、ありがとうございます。どういうこと？身長が身長がってことだね。いや、ちょっと時間もないんで最後の問題です。はい、とりあえずこれでも課題は OK なんですけど、はい、クリア。ごめんなさい、それじゃ面白くないので最後が伝われば OK としましょう。さあ、いきますよ。これです。長よ。50番やな。OK。一人一文字やね、これは。うん。数的には僕はこれ一人一文字じゃない。あ、そんな言ったかんかった。OK。難しいな。一人一文字やで。この順番でいくの？この順番にします。この順番のままでいくの？うん、でも難しいな。やりたい文字とか。で、あの、一人一文字ってことはアルファベット長いから、ちょっとおつむ弱い方、ちゃんと覚えや、自分何かなとか、何番目どれかなとか。OK です。OK、OK、大丈夫、大丈夫、OK。Okay、じゃあ、人間文字できるかな。用意、スタート。これどうやってすればいいやろ。体一個で文字作るの難しい。どうどうどう、あれ、もうできてんの？できてんの？できへんやん、これが。大丈夫、オッケー、オッケーなの？しゃがみすぎじゃない、うちの。オッケーなの？なんなの、これ、何してんの？どうした、どうし、ダダッコみたいなやつがいたぞ。どうした、どうした、どうした。さあ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 、時間もね、あまりないのでね。誰か答えて。オッケーですか。あずさん、
きますよ。絶対ちゃう、絶対ちゃう。大丈夫なの？よじゃあ終了。待って、ちょっとこれ何、ちょっとちょっとこれ何なんですか？分かりました？え、分かる？ちょっとじゃあ一個ずつ、はい、順番にいきましょうか。お願いお願い。ここまず何を？ちょっとこれはね、リスナーの方にね答えてもらいたいですけども、はい、とまたねネットがねコメントがね、さあこれ何だと思います？ちなみに毎回毎回まず一文字ずつ当てていきましょうか。まず真央ちゃん。真央ちゃん何でしょう？お、何それ？真央ちゃん頑張っております。誘惑してるようにしか見えへんねんけど、何なんそれは？皆さん、真央ちゃんに注目して、皆さん、アルファベット一文字が隠れております。わかんない。いや、あ、聞こえた。え、で W って、しときましょう。とりあえずしときましょう。次はあ、それはさっきの人の、その時誰だ、ガンダなんで重なるの？アンさん、アンさん、なんかめっちゃ綺麗で、めっちゃ綺麗で、これめっちゃ綺麗で、コメントもらいたかったんですけどね、なかなかねコメントが拾えなくてというかね、まあわかりました。ちょっとそういうのはおいおいやっておきます。はい、じゃあなんとプチ運動会、はい、全員挑戦成功。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、さすが。はい、では罰ゲームもなく、まあいい感じで、まあ皆さん体がほぐれたんじゃないですか。そう、で今からがゆっくりと、コーナー始まる感じでございますので、はいはい、で以上、ぬるっとみライトプチ運動会でした。せーの、募集はコットンキャンディーにお任せ。イエーイ、決まりましたね。はい、いやね、ちょっとね、皆さん運動会お疲れ様でした。お疲れ様でした。あんまり見れてなかったんでね、後で見たいと思うんですけども、はい、さあ、このコーナーの紹介をお願いします。はい、このコーナーは全国で募集している名前や川柳を私たちコットンキャンディも応募していこうという企画です。なるほど。いつもコットンキャンディの騙されてんじゃねえよと言っていますね。今回このぬるさみライトでもやっていこうということでございます。はい、はい、今回応募のテーマはこちら、じゃーん、なんじゃら、はい、足草川柳大募集というものに応募してみようと思います。もっといいのなかったんですね。これね、でもね、代々とやってる感じで、もう第9回目です。もう8回目、こんなにやってるんですか？8年やってるんですよ。すごいですね。結構ね、もうこれを毎年楽しみにしてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。でですね、これがですね、紹介をします。はい、足の、はい、足の匂いにまつわる爆笑、悲哀、感動のストーリーを五七五の川柳で表現したものを募集します。はい、字余りや字足らずもの作品も大歓迎ですということです。ですね、この、応募でですね、もし最優秀賞に選ばれるとですね、はい、すごいですよ、
JCB ギフトカード5万円分と、おお、プラス5万円ももらえるの？5万円分です。1人1万でも余るぐらいやね。ほんまや。いや、ね、分けませんけども、はい、プラス、スーパーソックス。分けませんけどって言った。どういうこと？分けようよ、そこ。スーパーソックスというね、あのソックス、スーパーソックスという靴下5足、ね、それは何、履いたら臭くならないの？臭くならないやつ、それがまあ1名様に当たります。臭くならない靴下欲しいですね。そうなの？いや、分かんないですよ。分かんないけど、やめて。なんかそういう商品じゃないの？名前がスーパーソックスって書いてあるんで、何かしらスーパーなんですよ。そう、何かよさそうですね。足の匂いが、そうです、抑えられる、抑えられるって言うてはったんや。消臭の話しちゃいます。消臭分からんけど、いや、忘れられる。じゃあ言わんといて。言ってないやつは言わんといて。で、まだまだあります。優秀賞の場合はそのギフトカード2万円分とプラススーパーソックスが3足。わー、もう3足欲しい。3足で、他にもなんか特別賞みたいなのがあって、お父さん賞っていうのはビールセットとソックス3足、はい、OL 賞はなんかマッサージの何やろこれ、フットインリフレとソックス3足とか、あとスーパーソックス賞っていうのはスーパーソックスが10足もらえます。わお、とか、まあ、何かしらね、賞が結構、賞が多いね。そうなんです、結構賞がいろいろあるので、まあ何かしら当てようじゃないかという。めっちゃ、ね、ソックスは絶対ついてくるんですね。そうです、ソックスは絶対ついてきますね。やったね。じゃあね、ちょっと待ってね、それのフェンデューのやつをお配りしたいと思うのですが、はいはい、ちょっとごめんなさい、マジック取ってきますね。はい、フェンデューってなんとかで、なんとかなんとかなんとかでって。そうですね、575ですから。国語の授業でやった。そう、やりますね、ずっと前に、うん、懐かしの。でこれを大募集ということで、まあ、作品の応募締め切り3月15日までなので、はい、まあ、ぜひ皆さんもね、もしいいのが思い浮かべばぜひ皆さんも応募してみてください。で、ね、はい、でなんかこのホームページ見に行ったら第1回目から8回目の受賞作品も見ることができまして。え、それ今読んで、いや、それはね、参考にしたい。いや、今はないな、ね、紙にはないけど、ないな。なんかね、その時その時の流行りの言葉を入れてたりして、例えば第1回目2回目あたりにイナバウアーが流行ったじゃないですか、はい、だからなんか臭すぎてなんちゃらなんちゃらイナバウアーみたいな、あ、逃げたみたいなのが最優秀賞やったりして、あ、なんかそういうのうまい、うまかったですよ、結構。今年の使いやすいですね。今年なんかダメよ、ダメダメ、あ、なるほど、足臭いのダメよ、足臭いあれはクマムシのあったかいだから、もうなんか過ぎてそうやね、バスンゴレライとかいろいろありますね。そんなばかりで臭すぎてあったかいって気持ち悪い、ね、あ、なんかもうやめてよ、なんか生温かい感じ、まあ、誰もがね経験することですけどね、はい、まあ、足臭いのは仕方がない人間なんで、そうなんですよ、いろいろあります。やっぱりね、ずっと琴入ったら臭くなるもんなんでね。書いて発表というか、これは順番に発表しますか？そうですね、書いて、まあ、順番みんなで書きましょうか。じゃあ喋りながら、字余り字足らずもええって書いてるからね、ゆるいですね。あの、戦時はそういうもんですからね。はい、すいません、季語とかもいらないのでね。あ、季語いらない、季語もいらない、いや、俳句なんですよ。何を言ってるんですか？そうなんや、そうですよ。やばいな。だから天竜の方が募集しやすいんですよ。俳句だったら季語とかいろいろね、考えなあかんから。五七五七、あ、それ短歌ですかね。あ、はい、あれ五七五やで、今回の天竜、うん、はね、川柳、はい、え、何、大丈夫？後で復習しよう。これほんまに募集やろ。いや、うーん、ちょっとね、全く言葉通じないっていう。私、実話で書きました。お、ちょっと待って、自分の、私も実話ですよ。みんな結構思い出あるんや。そりゃね、こう、なんやねん、この募集、誰がこんなん持ってきてるの。はい、とりあえず、じゃあ、まあ、1個書けましたわ。発表しますか？え、みんなもう書けた？順番に、じゃあ、せっかく発表していきましょうか、はい、え、栄一郎さん、いいんですか？あ、もうすぐ書きます、ちょっと待ってください。はい、発表しておいてくださいよ。はい、じゃあ足草川柳見ちゃった。岬の発表です。6時間働いた後の豊島さん。めっちゃ身内ネタやん。いや、豊島さんね、豊島さん違うね、もう聞いて。あの、私ね、高校生の時にアルバイトをしてて、一緒のところでバイトしてたんですけど、ね、一緒のところでホテルの配膳してたんですよ。あ、してそう、してたんですよ、うん、失礼いたします、いらっしゃいませみたいなしてたんですけど、うん、あの、ホテルの配膳大体4時間
んですけど、パーティーによっては6時間ってたまに1ヶ月に1回ぐらいあるんですよ、うん、めちゃめちゃ長いやつ。その6時間に豊島さんと一緒に入ったらもうアウトみたいなのがあって6時間働いた後の豊島さんの足はもうすごいんですよ、ね、名前も出してしまってるけど、ね、はい、悲しんじゃうよ今もう。アシクサ川柳って聞いた瞬間わかるわかるわかる、めっちゃ思い出した。アシクサ川柳でちょっと個人名出すのはなかなかまずいんじゃないのすごい度胸ありますね。豊島さんは未だに仲いい、あ、そうなんだ、ね、仲良かった、仲いいから仲いい、そうなんだ、いい関係、そんなもんな、はい、あ、なるほどな。めっちゃ顔はね、めっちゃ可愛いんですよ、ギャップギャップ唐揚げみたいな顔した、そういうギャップにね、惚れる女の子もいるんですね、惚れる。え、この人味くさいっていうので惚れる？惚れますね、はい、嘘ついてちょっと豊島さんをあげてあげましょう。あ、なるほどね、そういうことね、はい、じゃあ出さん方がよかった。なるほど、だってそれ応募してさ、味くさ靴下もらうで、もうみんな見た人誰やねんってなるで。でももし私でもって優勝され言ったら、うん、豊島さんにあげます。お、優勝したい5万円あ、そう、優勝したい、まあ、まあええねんけど、これやったら。わかりました、わかりました、もう一回言ってください。私、6時間働いた後の豊島さん。いやでもこれはな、これだけ聞いたら、うん、すげえなんかいい感じの、うん、きれい。テーマは何でしたっけ？アシクサ。やめたれや、やめたれや。なるほど、わかりました。いやー、あー、そういうことか。自信を狙いそうですね。なんか、はい、ちょっと自信なくしたわ、今の聞いて。なんでや、まあ、発表します。はい、はい、お願いします。はい。靴なのか、靴下なのか、足なのか。じゃあ草いげ。ああ、それね。足草、足草って言っても何が臭いか書いてないじゃないですか。靴が臭いかもしれないし、靴下が臭いかもしれない。あると思って、あの原因を探ろうという。臭い原因はどこなのか。面白い、面白い。ああ、なるほどな。そうやな。それめっちゃあるよね。深い。うん、深い深い。私は靴下かな。臭いですか？チェックしときましょうか。靴下が臭かった時に、例えばその足は臭くないとかあるやん。はいはいはい、あれ？だから多分、うん、靴じゃあ靴ってなる時がない。で靴でもないね。意外と靴ですよ。でもああいう、そうやろ、意外と靴やんか、うん、でもあの靴下があれちょっと今日匂うなみたいな感じで、うん、豊島さん涙目ってきてて、たけ様、うまい、ありがとうございます。やっとね、ネットがつながってね、ありがとうございます。なるほど、なるほど。で、そういう時ってなんなんやろなってよく思うねん。うん、その匂いの原因が見つからへん時。はい。うん、だから、それを、まあ。何なのか。足なのか。まあ、これ結構あるあるじゃないですか。いいんじゃないですか。得意なのか。はい。なるほど。いいね、次、いきますか。はい。はい。私。はい。こちら。仕事後の。お座席のみは許せない。あー、なるほど、脱ぎたくないってことね。そう、やっぱりね、女子はそう、脱ぎたくないね、うん、ね、脱いで臭かったらどうしようっていうのがあるから。そうそうそう、みんなでご飯行って、ね、座敷連れて行かれたら待ってってなって、ね、そうそう、靴下も開いてないからとか。あります、まあ正直男って男性でも結構気にするねん、はい、でもブーツとか多いと多い、ブーツって結構蒸れるやん。そう、うん、せやから、あるあるやね、これは。ちょっとそうなんですよ、テーブル席の方が良かったとかなんねん、うん、はい、なるほどな、わかりました。じゃあ僕行きましょう。ちょっとね、時間の方がね、あれなんで、これね、ちょっと僕だけかなっていうのはあるんですけど、はい、行きます、はい、偏見か、風俗嬢のブーツ臭い。そうなんですか。そんなことないですか。っていうか、まずブーツとか匂ったりするんですか。ちゃうねん、風俗嬢のやつの家に行った時の玄関のブーツがひどいことが俺8割9割あんねん。そんな言ってるんですか。ほんで、なんでなんて聞いたら、いや、店で待機している時にずっと履いてるからとか、いや、店で待機してるなら履かへんやん。っていうか、聞くのも失礼。失礼。いや、なんかひどかってん。逆にドブ歩いてきたぐらいあって、逆に先生、うん、栄一郎さんが臭かったとして、うん、私たちが、うん、どうしたん、なんでそんな臭いって言われたらどう思います。そんなにもってなる。聞くほどって。いや、気を使う壁を凌駕したみたい な、ね、女の子がそれ聞かれたら嫌だ嫌だ。女心すごい、ね、俺結構多いねこれ。他の人は結構気使うねんけど、これ偏見かもしれんけど、偏見か、風俗嬢のブーツ臭い。
誰も共感できひんっていう。あ、ほんまですか。いや多分ね、リスナーさんとかちょっとわかる。わかりますか。絶対絶対冬場はね、うん、きつい。これはでも応募しないですよ。はい、逆にこれ大賞取ったらもうちょっとどうやねんここってなるでしょ。まあでもすごいですね。長いですよ。みんな同感してるんですか。まだ行きますか。はい。じゃあラスト。ラスト。はい。私行きます。はい。臭いな足元見られて赤っ端。これちょっとうまいこと言ったんですけど、足元見られて臭いなと思ってパッて足元見られたっていう足元とかけてるんですけど、まあ、足元見られるってちょっと弱点を握られるみたいな意味も弱点握られて、だからかけてるんです。足元見られたっていうことね。はい。その臭い足元と弱みを握られたっていう足元、足元見やがってと。そうです、かけてるんですよ。弱みのこと足元って言うんです。足元見られると、足元を見るとかね、言うんですよ。もう足元見てあいつむっちゃ握りよったみたいなね。そう、うまくないですか。なんか微妙な反応やな。もう一回言って。臭いな、足元見られて赤っ端。うまくないかかってことはかかってんで。かかってるかが分からへんのよな。いや、なんとなく言いたいことは分かるけど、足元見るとまあ、弱みを握られて、はい、臭いなって言われて、あ、弱み握られて、足元見られて、赤っ端。うまい。うまいっていうか、その、分かったわ、分かる。ね、川柳は分かる、すごい。足元見られて、あ、匂ってるんかなって思うけど、欠けてるっていうのがちょっと分かる。自信作やったのに。じゃあ、豊島さんを応募しよう、じゃあ。マジで、はい、豊島さん。あ、こっち微妙やった、意外と。ほな、次、私さんお願いします。はい。はい、バレぬよ。自分で一気に鍵を得る。これ絶対全員経験してるから、クソと思ったら絶対自分でもう責任を負うために、はい、全部自分で鍵を追えるやん。そんなことできるの。鍵を追えるの。鍵追えるってなんだ。吸い込んで自分だけの。そんな消臭能力あるとか。周辺が臭くなったらその空気をとりあえず自分の鼻に入れる。その前にさ絶対みんな経験してる。靴下脱ぎいいやん。そうやね、バレるやん。そう、脱いだら余計なんかバレるやん。てかさ、だから靴下脱いでももしかしたら足なのかもしれない。あ、だから、そう、靴下脱いでも意味ないかもしれないから、あの、自分で一気に責任を負いますっていうよ。こっちの方がいいですか、はい、応募するとしたら。あ、これやろ。まあ、なんか自分で責任も。あ、もう両方。でも俺最初のやつはいいと思うけど。口最初の方が好きやな。うん、全然いい。じゃあ両方にしようかな。なっちゃんも美咲も初めの最初のでいきましょうか。これも結構好きやけど。みんなでも全然違う感じですね。さっきめっちゃうまかったね。みんな頭悪いから。俺も結構男性あるあるやったはずやったけどな。そうだね。2個目みんなね反応があれですけど、私これ見た。じゃあ次お願いします。こちら部屋の中、家族の中に犯人が。犯人の犯って漢字で書いた。ね、そこいじる。まあ分かんなかったんですよ。部屋の中、家族の中に犯人が。そう。で、どうせみんなお父さん見んやろ。まあまあまあ、まあ、どうせ。そんなん決めつけてのはあかんで。いやでも絶対そうや、お父さん見んやろ、どうせ自分ら。そんなことないですよ。ほんまに、うん、で、誰が犯人なの。お父さん。いや、結局お父さんや。結局そうや。まあまあまあね。まあで、これは分かるよな。そう。部屋の中、家族の中に犯人が。なるほどね。わ、はい、かります。はい、じゃあ2個集めまともるね。うん、じゃあ大鳥行ってください。大鳥とか大鳥とか言わずにください。今バタバタしてるんですよ。じゃあ行きますよ、はい。まあ普通のです。もう下ネタじゃないですよ、はい。おかしいぞ、洗ったはずがまだ臭い。あ、ない残ってるってことですか。なんか洗ったら消えるやん。洗ったのに消えたと思って部屋あれだろ、あれまたあれなんでって言う時、どんだけ臭いんでか。これはちょっと共感できる。なんだなんだ、足の問題じゃないかもしれない。体臭とかそういう問題かもしれない。え、体臭とかなる。確かにね、今日もなんかなんやろうよ。こんなのバタバタあんのにやりにくなるやんけ。すいません。やめとけやめとけ、泣いてまうで。まあ、そういうことで、はい、この2つをね、はい、あの、はい、取りたいと思いますので、はい、はい、もうどんどんいっちゃいましょう。はい、はい、はい、ですか。あ、そっか、もうこれで終わりでしょ。はい、はい、続いてはせーの、コットンキャンディー丸々に挑戦。はい、ですね、このコーナーは私たちコットンキャンディーが番組の中でもいろいろなことにあのチャレンジしていく
今番組で挑戦しているのがこちら、けん玉を、ね、挑戦しております、はい、でこのけん玉で日本一周という技に挑戦しているんですね。今一応してるんですけれども、はい、まあ日本一周というのはね、まあまあレベルの高い技でして、やってみましょうか、はい、これまず大皿に乗せます、はいはい、そのまま小皿に乗せます、はい、で最後止めけんです、に挑戦してるんですね、はいはい、でそれが日本一周って言うんですけど、はい、まあ通してではなかなか難しいので分けてやろうということで、はい、あの今回は止め剣だけ、この剣に刺すだけに挑戦したいと思います、はいはい、なるほど。1分以内に、はい、できれば OK、 そうです、1分以内にできれば OK、 できなければ罰ゲームがありますので、1分以内、みんな頑張りましょう、頑張りましょう、頑張ってください。頑張ってください。え、違いますよ。え、みんなで全員で、全員で巻き込みますよ。だって僕らは関係ないじゃないですか。いや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 、今回はヌルサミライトということで、コラボ企画なので、はい、やっぱ一緒にやっていただかないと困るわけですよね。巻き込み事故です。困ることある？これは不動産やったらいいんじゃない？いやいや、だからしっかりできなければ罰ゲームも一緒にお願いします。それが困るわ、こっちはめちゃめちゃ。いや、絶対絶対。いや、俺前はやったよ、自分の番組で一緒に、はい、できましたよね。いや、できるからやるとかじゃ、はい、止めけんやろ、止めけんです、はい、何ですか、チームで分かりましょうか。あ、そうです、はい、そうです、全体的にみたいな、あ、OK です、チームで、それやったらいいよ、このこと組むのはちょっと、もう時間ないから20分もするの、すごいやろ。じゃあもうここでアズマン対コットンキャンディーで OK です、はい、やりましょう、はい、わお、じゃあ早速ですね、はい、1分間、ね、移動する感じですか。いや、これで僕取るんで、あ、はい、1人ずつ挑戦していくというわけですね。どういうこと。いや、いやでもコットンキャンディはもう普段から練習をしてるわけですもんね。やってないですよ、いや全然やってないですよないの、練習しろや、逆にね、これボールめっちゃいいっすね本当だよ、みんな応援してくれてんねんから2人同時にやりますよね。ちょっとちょっと、ちょっと待って、練習タイムありなんですか。そうなんさ、こっちの方がいいねんけど、なんちゃこれ、だってボールいがんでんの。1分間ね、1分間、あ、1分間ね、わかりました。 OK です、30秒ずつにする、はい、スタートは準備はよろしいですか。ダメだ、もう、あ、できた、ダメだよ、ダメだよ、まだ1分スタートしてないからね、待ってなかったから、するとき言ってね、スタートって言うから、スタートします、もう、あ、もう行ってください、よーい、スタート、一人でもできたら OK ってことにしよう。静かにしてください。あと何分？あと何秒？あー！できたー！できたー！なっちゃんもできたらいいじゃん。なっちゃんも頑張れ！両方挑戦しましょう。30秒もあるんでね。残り10秒。8、7、6、5、4、3、2、1。じゃあこれもわかんも。ガンガーン！残念。いやもう一人できなかったんで、もう罰ゲーム決定で、いや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 、負け、一人引いて、ここで二人とも失敗したらこっちの負けなので、あー、そういうことね、対決にしましょう、はい、そうですね、はい、分かりました。いやでも一発で入れた、いや二発と、いや勝負強いね、はい、一分じゃあ測っときますね、はい、それなんかリセットやってやったらできるんで、はい、行きまーす、でも練習タイムくれへんのかないよ、よーよー、スタートね、早いな、あずさ、あずさ、入れる気ある、え、どこ、ここに刺すんやんな、そう、あずさ、入れたすぎて、ちょっと待って、てんのこれ、おかしくない、はい、4分の1経過、4分の1経過って何よ、4分の1っていうのは、でもそんな昼間に3分の1経過、え、ちょっと待って、ちょっと待って、お、いい感じ、テンパってますね、テンパってますね、あ、入った、来たー、これ同点です、同点同点、あずさん、あずさんが入れへんかったら同点です、でも同点ってことは、やっぱこっちの負けになるってことでしょ、こっちのけん玉の入れやすかったんじゃん、やっぱり2人とも、でもなんだその言い方感じで、こっちで2人とも入って、10、9、8、いや、入ったでしょ、入ってたでしょ、5、頑張れ、頑張れ、3、2、1、はい、残念、はい、残念です、はい、じゃあ同点でした、同点でした、なのでもう仲良く罰ゲームはなし、このライブ始まってから一回も罰ゲーム来てないんだけど、大丈夫それは、それはもうガチなんでしゃあないですよ、いずれね、でもやったー、せっかくやから、うん、
あの、え、さくらちゃん、みさきさんやったっけ。はい、そうです。せっかく日本一までちゃんと軽くやってみよう。見たい見たい。さっきでも一回できたことできたんか。あ、日本一周一回できたことあります。もしかしたらね、このお客さんの応援で。そう、こっちでできるかもしれない。深夜2時ぐらい前できた。そうですね、これもね、動画で回ってるから証拠残せるし。待ってな、今の練習やで。ちょっと待って、もうそこから無理できてないやん、大丈夫。ちょっと持ち方とかちゃう。いや、多分なっちゃんの持ってるけん玉の方が、はい、できた。やりやすいんかな、どうだ。あ、できた。なっちゃんもできた。待って、紐さ戻して。めちゃくちゃなってるやん。紐ちょっと、そう、そんなんすんねんな。はい、できるんで。あ、できた。あ、できた。え、おー、できた。おお、取っていうところでできてるやん。はい、ほんと最後決め。ああ、残念。まあ、これをやってってことね。そうです、今番組で。で、止め剣できたから。いや、これって乗ってなかったからさっきこれとか言ったけど。まあ、ということで、ありがとうございました。はい、頑張ってください。次の番組で日本一周無理やったらまた罰ゲームなので。お、あ、そうなんや、そういうことね。次の放送25日なんで、また見てください。うまいこと告知入れますね。頑張ります。はい、ということで、以上、コットンキャンディー〇〇に挑戦のコーナーでした。ありがとうございました。楽しいわ。楽しいです。楽しいですね。では次のコーナーに参りましょう。いいですか。はい、先生掘って。いいよ。続いてのコーナーは、あずまんキャンディー〇〇な話。〇〇な話。イエーイ。オッケー。はい、さあ、このコーナーはトークテーマがありますので、そのテーマに沿ったトークをするだけという簡単な企画です。はい、ひとしますもとの滑らない話みたいな感じですよね。そうですね、感じっていうか、もう丸々パクりましたからね。はい、はい、やりたい、出たいです。時間、ね、の都合上ね、本当はね、2タイトル用意してたんですけどね。はい、1つにしました。どっち？いいですか、はい、これでいいですか。はい、1つにしましたんで、はい、ちょっとどっちがいい、こっちか、もう1つ言いたい方。いや、どっちでもいいよ。でも、ただ私、じゃあ、はい、ちょっと、長い、うん、恥ずかしい。あ、え、これ、こっち。いい、じゃあ、行きますよ。はい。最初、じゃあ、まず最初のタイトルはこちら、と、yes. 恥ずかしい話。恥ずかしい。恥ずかしい。あ、そんなんあったね。テンペロ。テンペロ。もう恥ずかしい話してるで、大丈夫。もう恥ずかしい話してるけど。恥ずかしい話を一人じゃあ言ってきましょう。でね、なんとかコメントをね、よかった、一番わかるとか、共感、恥ずかしいねって思ったら、はい、お客さんとリスナーに決めていただこうと、はいはい、いうことなんでございますが、はいはい、ですね、本当は投票やりますか？微妙です。こっちではちょっと難しいので、本当は投票機能を使って投票してもらいたかったんですけど、なんとかでも見てるリスナーさんも、はい、コメントで誰が良かったか言っていただければと思います。はい、早速参りましょうか。はい、はい、恥ずかしい話。はい、恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしいことしてるから。今以上に恥ずかしいことしてる。恥ずかしかったね。誰から。でもそっちから。まあ、私からですか。はい、あ、じゃあ大鳥になるってことですね。あ、そういう感じ。まあ、ええけど、こんなんあるね。私の恥ずかしかった話を始めたいと思います。はい、高校生の頃でした。あ、こんな感じですか。好きにも好きにやったらいいと思うよ。みんなに話す感じでいいですよ。みたいな。高校生、私高校が、静かにしてもらっていいですか。私高校がですね、はい、電車に乗って通ってたんですよ。でこう電車乗ってこう通ってたら、はい、同じ高校と中学がこうエスカレーターになってる一貫の学校なんですけど、中学1年生ぐらいの、まあ、入学したてぐらいの初々しい子がこう前に立ってたんですね。でやっぱり専用のカバンなんですよ。学校から支給されたカバンなので、みんな同じカバンなので間違ったらダメなので、キーホルダーをつけなさいっていう指令があったんですよ。でその子、こう入学したての子をなんか可愛いのつけてんのかなと思ったら、なんか毛糸をねぐわー巻いてるんですよ、カバンに毛糸巻いてるから、え、何？なんかキーホルダーでもないし、ぬいぐるみでもないし、何やと思って、こうなんとも、なんか長いんですよ。おーって、なんか足元まで行ってて長いなと思って、こう辿っていったら、私の
足元までたどり着いたんですよ。なんやと思ったら、私の携帯笑っちゃったな、笑っちゃった。え、どこまで私の携帯のパンツやった、どこまで行ってたそれ。その前で例えばパンツがティーバッグにバネなってたんですよみたいなくらい。違う、そうなんじゃないですけど、でも携帯のパンツの上に履くやつ、パンツ上に履くやつなので、あのガチのパンツじゃないですよ。だから余計言ったら、そう言ったら、あの腹巻きみたいな感じのやつで、冬場寒いからやるように、女の子がよく、パンツの説明はもう僕だけ分かってないですよあの腹巻きのパンツバンジョンみたいな感じなんですけど、だからいつほどけてたのかも分からないし、あの前電車やったので、いつ絡まったんでしょうね、分かんないんですけど、毛糸のパンツやってやべえと思って、とりあえずハサミ取り出して 切って切って、そのまま学校に出しました。最悪や。衣装のパンツをつけたまま学校行ってるんですね。衣装を取り出しました。はい、スカートとかじゃなくてよかったな。スカートの絵とかも。そうですね、それの恥ずかしい、はい、私の恥ずかしい話でした。それ思ったより恥ずかしいな。はい、次は夏です。はい、次私、はい、初めての方もいらっしゃると思うんですけど、私たちマジシャンなんですよ、はい、でまあ、普段マジックをしてまして、はい、大きい大道具を使ったイリュージョンをすることもあるんですね。あ、始まってます。あ、高校3年生やめて、はい、でじゃあほんで、マジックの最後やっぱ決めポーズみたいなのがあって、うんうん、はい、で私が絡む、そう、箱の中に入ったのにおらんくなって、うん、おらんと思ったらまた出てくるっていうイリュージョンがあるんですよ。で、その出てくるっていう時って、うん、やっぱりさっきおらんかったのにまた復活して出てきたっていうのすいません、なんか私ぼーっとしてね、ごめんごめん。なんか復活するっていうのやから、すごいびっくりしてもらうところやから、勢いよくこうパッて出るんですよ、うんうん、パサッて出るんですよ、決めのね、パッ、こういうのがあるんですよ、はい、うん、でその時にね、もうなんかまあ、そのこの衣装なんですよ、いつもいつもこのマジックの衣装で、うんうんうん、出る瞬間ほんまに力アンって入れすぎて、これブラウスとは別なんですけど、これがペローンって、ね、気づいたらブラウスとスカートで、これがなんか腹巻きみたいここにか束に固まっとって、全部これがバーンってこうやったんで、なんかお客さんの目線がんと思ってたら、んと思って、でそれ以来2人ともここに安全ピンで止める、なるほどね、頑張ろうってなって、待ってなっても大丈夫なようにちゃんともうブラウスで止めるようにしました。それがすごい大人数の結構ね、大きい舞台やったんで恥ずかしい。でもうまいことをごまかしてたらこんなもんやでみたいな。その時はポーズして、いつもこう飛び出すと同時にペローンもセットやってみたいな感じやったんや。サッと切ると同時にそっから出るみたいな。うまいことごまかして、うまいことごまかして、よかったな。なんかうわ、なんやってるやんとか言われるわけでもなく、そう、まあ、言われないのように、言われないような表情したら、前でなん逆に言うてくる方がダサい、恥ずいねみたいな感じで、なるほどね。みんなすごい恥ずかしい話持ってるね。ケイトのパンツがめっちゃ恥ずかしいな。ねえ、ちょっともう最初からガーンって言ったんで、ちょっと次しゃべるのも。いや、あずさん何ですか。プレッシャーなんですけど、私はもう本当に最近あった話なんですけど。生きてることが恥ずかしいとかそういうこと。いや、それはないですよ。もう自信持って生きてますから。いいことだ。はい。あのね、去年のクリスマスにですね、家族旅行に行ったんですよ。はい。で、お父さん、まあ、お母さんと。ほんま最近よ。はい、そうなんですよ。行ってましたね。行ってましたね。私、兄弟多くて、弟2人と、妹とお兄ちゃんいて、5人兄弟なんですよ。うん、ちょっと1人抜けたかなと思ったんですけど。そう、そう、それでね、みんなで行ったんですね。はい、で、まあ、グアムに行ったんです、海外旅行に。で、グアムに行くと、毎回、まあ、行ってるところがあって、ファイヤーショーってまあ有名じゃないですか。そう、あのハワイアンみたいな、アロハじゃないけど、あの飯食いながらこう見れる、あれアロハダンスみたいなね、フラダンスを見れるところに毎回行くんですね。はい、で、まあ、そこに行って、ウェッターさんとかともすごい仲良くなったんですよ。うんうん、まあ、大家族やし、すごいファミリーやねみたいな感じですごい親しくしてくださって、で、ファイヤーショーって、何人かこう、誕生日の人とかで前に呼ぶんですね。あ、なるほどね、うん、はいはいはい。で、私たち、まあ、そのウェイターさんと仲良くなったんで、お前行けみたいな感じで私行かされたんですよ。はい、はい、で、そこでまあ
アロハの人と一緒にこうダンス踊ってやったんですね。ほんだらね、最後に、その一緒に踊った人に、ここに中世みたいな、あー、はいはいはい、そう、振り押されて、はい、私、お父さんとかみんないる中で、そう、めっちゃなんか気まずいじゃないですか。まあ、誰も友達とかやったらイエーイみたいな感じなんですけど、なんかお父さんの前でそんなこと、結婚式でもないのに見せるの恥ずかしい。ほっぺたに、そう、でも、よく言ってるけど、それでもそう、それでも、私はもうしないといけないと思って、手で隠してしてるふりをしたんですね。うん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 、そう、それで終わったと思ったら、まあ向こうからしたらしてもらってないってなるじゃないですか。ってなった頃、なんかその向こうの人に腕をガンって掴まれて手にチューされたんですよ。はい、それがすごい恥ずかしかったって話なんですよ。恥ずかしい、恥ずかしい、許してもらえへんかったみたいになったよ。はい、親の前っていうのは恥ずかしい。そう、それはね、私も手で隠したからみんなしてないんやろなって思ってくれてるかなと思ったら、戻ったら、お姉ちゃんチューしたあの人にとかってめっちゃ弟とかに言われてしてないでとかしてないからガーン引っ張られて手にガーン行かれたんや。そう、めっちゃ恥ずかしかったんですよ。口じゃなくてよかった、うん、やれってめっちゃ怒られて。そうなんです。最近あった恥ずかしい。俺も家族の前だったらさすがにちょっと無理やわね。いろんな恥ずかしいことを 見られてるけども、はい、いややわ、そう、そんなことあった。そうなんですよ。それなかなか俺嫌やな、そういうの。いやーね。じゃあまあ事故ないで僕さらっと、はい、俺が恥ずかしい話ですよね、はい、これね、まあ下ネタじゃないんですけど、はい、ちょっと下ネタみたいな話なんですよ。さっきからごめんなさいね、はいはい、違うんですよ。はい、これちょっとだけな、そういうキャラです、はい、分かっておいてほしいのが、僕ね、よう酒飲むんですよ。はい、よう酒好きで、よう飲みに行っても、ね、友達とかと酒飲みに行って、わーって、楽しなりすぎたアホやから、終電を絶対逃すね、ほぼ。で、逃した。で、で帰るやったらネットカフェとかカプセルホテルみたいなのあるやん。はいはい。で、俺、そこも、うん、ホテルで寝たい。はい。ラブホテルで、ちゃんとしたベッドで、お風呂があって寝たいの。寝カフェに行きたくないねん。家行くけど最悪で、その友達と飲んでた時も、ちょ、ごめんと。ホテルで寝ない、うん、普通、ってなるけど、うん、俺、ほんませえへんねん、そんなこと。もうほんま寝んねん。しかも何やったら遊んでうえっつって寝るねん。本当にだからそれ知ってる子やから、はい、ああじゃあ行きましょうかみたいな、行こうかって、うん、ああ分かった、でも絶対何もしたらあかんでって、はい、やっぱ、うん、せえへんやん、したことなれへんかなって、行こうって言ってホテル入ってん、うん、でもうお風呂ためて、さっきお風呂入っとき俺適当に飲んで、まあ松浦もグダグダしてるわって言って、ああじゃあ絶対のぞかんといてねって言われてバンって行ったんですけど、酔うてっから、そういう行為はしないけど、下品ないたずらはすぐするの。ね、意味わかる？下品な遊びはすぐするの俺、はい。で、よしと。もう酔うてるからね、酔うてるから、それでもめっちゃ勇気出してな。絶対滑ったらあかんから。裸で、お風呂に入ったの。はい、わーいっつって、ガチャンって開けて、なんて言って、すげえ、もう、そう、無邪気によ。はい、エロい感じじゃなくて無邪気によ、わーいって言ったら入ったら当然怒るわ。何してんのさ、だからなんで入ってくんのって言いながら、あまあまあええがなええがなって言って湯船に入ろうと思って湯船に入ったんですよ。バチャンって、まあまあそんな怒らんでもええがな、もうどうせな、もうこれ以上なんもでって入ったし、カンカンの熱湯で湯船が入った瞬間熱ってなって、そこ飛び出してなんやこれ、飛び出して熱って飛び出した瞬間バーン滑ってバターンって倒れたの、で、もうその時点でもわけわからないなってね、下半身はヒリヒリしてもうやけどしてんの、で、肘はめっちゃ打って、あとあと見たらヒリってんの、俺いらんこと、そんなことするから、でもそれで熱ってなって同じのびっくりするやん、どうしよう、大丈夫みたいな、もう裸関係はへんみたいになって、だって熱いんで飛び上がってツルーツルでガーンになってるから、うん、ここがあかんみたいな、大丈夫って言って、もうめっちゃ恥ずいやん、勇気出してすごいひどいボケをかましたのにめちゃくちゃなってるので、大丈夫、ああもうめっちゃ暑かったわ、暑いなんて言いながらずっと布団でこうやって寝てました。恥ずかしすぎて、恥ずかしい、やけどしてるから布団ずれてめっちゃ痛いの。やば、バチはつかものですよね。だから、うん、むやみに女の人のお風呂に乱入したら
本当の火傷しますよ。そういうお話です。あー、うまい。あ、ありがとうございます。お後がお上手で。全然反応がない。いや、めっちゃ恥ずかしかったんだよ、あれ。でもそれ恥ずかしいですね。やろう。ちょっと自分がふざけてやったことで大怪我したら、そうそう、しかも、まあ、こんな汚いですけど、フルチネズミっぽくすごい格好でね、大恥ずかしましたね、うん、この話をみんなに、ちょっと下ネタじゃないけどそんな話をしたいって言ったらこの話でした。はい、ありがとうございました。さあ、じゃあ一応ね、さっき言ったけど、どの方が一番恥ずかしかったっぽかったか。はい、ぽかったか。じゃあ、三崎ちゃんやと思うと拍手。共感はできないでしょうけどね。いや、でもすごかったね。全然すごい話やったね。ほんまに、ほんまに。だから拍手でも全然。そうやん、全然。恥ずかしかった。じゃあ夏美さんやと思うと全然恥ずかしくない。おぉ、全然恥ずかしくない。全然恥ずかしくない。じゃあ、あずさんやと思う人。あれ、全然恥ずかしくない。恥ずかしくなかった。もっと恥ずかしい話持ってる。え、じゃあほんまにボケやと思う人。あ、ちょっとやったじゃないんやけど、全然やったじゃない。全然一等的にはやったじゃないけど、あ、そりゃそうやわ。よかったですね。まあ、肘も折ってますしね。彼女でもないなやったら何もせんといてよ言うてる女の人にちゃんとするから、そうなるわ。というお話でございました。はい、ということで以上、アズマンキャンディー丸々の話でした。ありがとうございました。いやー、面白かった。もっとしたいな。これはまた配信とかでもちゃんとやっていきましょう、ね、こういうトークの話はね。はい、ありがとうございます。さて、じゃあね、ちょっとね、大掛かりなイベントサクサクいきましょう。ではではでは、次のコーナーに行きますよ。はい、ありがとうございます。イエイ、せーの、あ、ちょっと待って。パピプペポー、パピプペポー。覚えてましたよ。どうなってから出てくるのかなと思います。あ、そういう意味ね。あ、順番があったんですね。あ、パーピープペポーみたいな感じの順番があったんですね。あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、それでは次のコーナーに行きたいと思います。はい、せーの、コットンキャンディーの何を書いてるんでしょうか。はい、ここのモニターを使ってね。はい、このコーナーは私たちコットンキャンディーが VTR でクイズを出題します。はい、VTR には私たちが何を絵を描いていますので、何の絵を描いているのか当ててもらいます。はい、こちら個人戦になります。回答は早押しの虚数制で、お手つきは1回休みですので気をつけてください。はい、はいはい、まんま描いてあること、ありがとうございます。はい、読みました。では早速、そうですね、VTR、コットンキャンディーの友達の、そうなんです、タイ人の友達に繋いでおりますので、中継が繋がってお友達です、私たち。こんなネット回線の緩いところで繋がってないんですか。はい、双子の友達なんで。はい、あ、なるほど、クイズお願いします。わかった方から挙手でお願いします。見えますか。一問だけにしてもらおう。はい、はい、コットンキャンディー、キャンディーに騙されてんじゃねえよ。騙されてんじゃねえよ。芸人ですか。小学生の芸人です。今からおえかきよし、おえかきよし、なんのなんの絵か当てててね。楽器ないやろこれ。怖いな。はい、あなたさん。あげますよ。名前。はい。はい。当てていい？はい、おっさん。ちっちゃいおっさん。違います。違います。違う、天ヶ崎のあのゆるキャッチャーの。違います。違ったな。ダメ。さあ、次。あ、お手つきやん。あ、お手つき、ごめん。休んでください。分かった、質問なりくださいよ。はい。はい、船。違います。絶対これ。まあ、いや、お手つきや。おい、ヒント、ヒント。おい、ヒント欲しかった。一つ目のヒント言って。長いね、ここ。コンビニでもね、さっき見えるね。見る。コンビニにあるよ。あるよ。基本コンビニ何でもあるか。ね、わかる？パピプペポ。全然わからない。絵が下手ってことはないよね。ないです。あの、このタイの双子はね、すごい絵描きさんなんですよ。絵描きに頼んできた。絵描きより芸人に見えたけど大丈夫だよ。絵描きの友達なんです。すごい反応が大きかった ね。続きを見ていただきましょう。そうなんですよ。あのね、意外と簡単ですよ、皆さん。もうちょっと視野を広げてみると意外と簡単なんです。はい、裏旗なんていいけどな。
あ、そうなんや。はい、絶対わかるじゃん。ローソンの2のレモンとかないな。いや、もうわかる。もうわかる。見えてるもん。ヒント。1回目のヒントは、海だよ。はぁ、それ言うたらあかんやろ。あかんわ。これ言うたらあかん。なんで？ちょっとごめん。食べ物？キャラクター？あ、ちょっとヒントはそれ以上はちょっと。あ、そうなん？コンビニ売ってたらあかんやん。でも売ってるってことは食べ物。その3。枠を変えてます。枠、この枠が大ヒント。でこれすごいですね。これ一応答え。え、めっちゃおもろい。最後のヒントだったんですね。いや、僕絵わかってるから。髪の毛絡まる。鼻が鼻が絡まる。最後のヒントは、最後のヒントは、歌詞。歌詞だよ。歌詞だよ。一応正解の VTR 見ます？はい、え、まあ、でもアルフォートですっていう話ですよ ね、 すね、アルフォートです。すごい長いんでしょ。アルフォートですすごいすごい。誰当てたの？カオルちゃん。カオルちゃん、カオルちゃん、おめでとうございます。カオルちゃん毎日アルフォート食べてるんで。あ、そうなんや。じゃあ今回も正解したということで、アルフォートのそれだった、えー、プレゼントしましょうか。あ、先のやつ、すごいもんね。カオルどうしよう。もう一問いっときます。続いて行こう。行きます。もうさっさと行きましょう。じゃあ第2問お願いします。だいぶ時間食ってるけど、分かった人からもう次もね、簡単なので、はい、みんなが見たことあるもの、そうです、差別なくみんなが見たことあるものなので、はい、ヒントもね重要ですよ。はい、でもヒントが大事。コットンキャンデルの騙されたんだ、騙いる、なんていうの、だまされてんじゃん。騙されてんじゃねえよ。問題、お絵かきを、お絵かきをするので何の絵か当ててね。どうも学生だね。もっと見たい。やった、始まった。
なかった。千尋の夢が大きいの。いや、あでも髪の毛がちょっと顔口に入る。ああ、それで言ってたよ。髪の毛口に入るな。答えは？全部千尋の髪の毛のパッケージだよ。わかったかな？千尋の顔面。これでやばい。うまい。すごい。これすごい。うまい。あの神様、神様って神様隠れる神っていうあのシーンを、はい、あの感じでやってる。神隠しやが神様と隠れる。わかりました。神隠し難しい。だって難しかった。そんなシーンもないなんかシーンじゃないです。もうタイトルをヒントにしてるみたいですよ。あなるほどね、はい、パピプペポが2問とも正解しました。素晴らしい。すごい。でもアルフォートの船もね。あ、船やったんや。船やった。ほんまや。でも船だけじゃないです。ただの船じゃなくてアルフォートなんで。厳しいね。わかりましたよ。はい、はい、以上コットンキャンディーの何を書いているんでしょうかでした。イエーイ。めっちゃうまかったですね。パクはこれで終わりです。で、この後は皆様お待ちかね、パピプペポのライブと私たちコットンキャンディーのマジックをお楽しみください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。パピプペポです。リーダーマオです。ミモレです。カオルです。ジアキです。4人揃ってパピプペポ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ大丈夫みんな。大丈夫みんな。緊張した。さあ今日は初めましての方も、はい、久しぶりな方もいると思うので、はいね、自己紹介を今からしていきたいと思います。はいはい、じゃあチアキンチから。はい、私がちあきんちゅこと森ちあきです。ちあきんちゅ、毎日ゆるっとふわっと生きてます。よろしくお願いします。はい、はい、私がかおるんことさくらかおるです。かおるん、はい、毎日マイペースに生きてます。よろしくお願いします。はい、みもたんこと福岡みもれです。愛と平和で生きてます。みもたんって呼んでください。みもたん。リーダーマオです。みんなマオマオって呼んでください。マオマオ。ありがとうございます。さあ、はい、今日はですね、皆さんにパピプペもパピプペポのキャラの濃さ、そしてキャラを分かってほしくて、うん、ちょっと一人ずつ特技を披露したいと思います。じゃあまず私のことから知ってほしいっていう子。はい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 。じゃあなんか持ってる。チアキンチ。はい、やった。はい、今日は私の家からフワちゃんを連れてきました。フワちゃん。はい。フワちゃんっていうのは、うん、私の家の中にあるぬいぐるみの中で一番のお気に入りの子で、うん、夜に寝る前によく一緒にお話ししてます。かわいい。かわいいお話なんです。昨日は何喋ったの？昨日は今日も疲れたねっていうお話をしてました。あー、かわいい。フワちゃんは？あ、ふわちゃんはぬいぐるみなんで喋ってくれますね。さっぱりしてますね。そうなんや。出会いは？出会いは2年前にゲームセンターの UFO キャッチャーで出会いました。さっぱりしてますね。そうなんや。覚えてください。ふわちゃんでした。じゃあ次。はい、はいはいはい、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 絶対にもらえない。はい、はい、みもたん。はい、あの今日はあの1回でも会えたんでちょっとこれめくってほしい。みもれのことをちょっと覚えてほしいんで紙にちょっと書いてきました。はい、おじゃんじゃん。はい、パピプペポのみもたんです。1回覚えてください。で、あの私の特技をちょっと言いたいんですけど、はい、あのみもれ実はすごい負けず嫌いな性格で、はい、あのマリオカートの Wii の方で、はい、なんと世界1位を取りました。じゃーん。本当に？そうなんですよ。あの目隠ししてもゴールできるんですよ。超超、はい、マリオカートのミモタンって呼んで覚えてください。それからそんなゲーマーのミモタンとパピプペポ応援よろしくお願いします。お願いします。目指すは？ちょっと待って。目指すは？目指すは？じゃーん、武道館。パピプペポ応援よろしくお願いします。お願いします。増えました、皆さん。じゃあ次、カオルちゃん行こう。何も持ってない。
技が食べること。アルフォートアルフォートめっちゃ食べてる。お菓子作りをしていつもみんなにお菓子あげて。なんかコンビニに入ったら、うん、アルフォート2個買いとかさ、ね、いつもたまんからお菓子出てきたりとか。あとカオルちゃんの特技は人のことをパクること。人の特技をパクること。カオルジュあらーです。ラバンド愛の部屋が出てきてます。ラバンドピースパクってるもん。ハート強い。そんな感じでね。マオちゃんは、え、マオ特技とかある？マオはね、なんか無茶ぶりに答えれるかな。あ、無茶ぶり、いいですね。無茶ぶり何でもアドリブに答えれるんで、うんうん、よかったら皆さんなんかリクエストあったら言ってほしいです。モノマネとか何でもやってくれます。あ、何でもします。じゃあミオレが無茶ぶりちょっとリクエストしてもいいですか？何ですか？あのこのフワちゃん、あの千秋ちゃんが持ってきたフワちゃんのこのモノマネをしてもらってもいいですか？はいはいはい、ではマオちゃんのフワちゃんのモノマネまで3、2、1。またなんか喋ってるわ。あれ、ね、またなんか、あれ、フワちゃん、はい、お風呂入りよ。お母ちゃん呼んでんだよ。お母ちゃんがもう、はい、お風呂入り、あれ、はい、終わり。無茶ぶりに何でも答えてくれます、いつも。面白い。もうね。というわけで、はい、何でもリクエストしていただいた私、無茶ぶりに答えれるんで、はい、いつでも言ってください。はい、こんなパピプペコですが、はい、次の曲は春風を歌いたいと思います。はい、春風は ね、まあ、ね、オリジナル曲、私たちのオリジナル曲の第1曲目で、すごい思い入れのある曲なんですよね。どんな歌でしたっけ？春風は4月の卒業シーズンに向けて作られた曲で、初恋の人に会いに行くぞって決めた曲になってまして、まあ、オリジナル1曲目ということで、すっごい練習して、たくさんみんなでね、ほんと泣きながら練習した1曲なんで、皆さん聴いてください。お願いします、はい、お願いします。Thank you.
水曜日、うん、私たちパピプペポのパピプペポという番組を生配信しています。はい、はい、毎週水曜日、水曜日夜夜9時からから9時しっかりしよう長いな、はい、すいません。毎週夜、はい、9時水曜日9時から9時半の30分生配信しています、はい、YouTube でね、うんうん、前回見逃しちゃったって方は、はい、アップされてるみたいですね。アップしてるので、うん、よかったら見てほしいです。はい、お願いします。それから2つ目は、2つ目は、はい、なんとですね、ライブの方が、はい、あるんです。はい、いつでしたっけ明日もありますし、はい、24日、28日、そう、の2月3月の方もまだまだライブの方が決まってますんで、はい、覚えてほしいこと3つ目、Facebook ページなどにライブの告知など、個々のブログなどをどんどん上げていってるんで、よかったらチェックしてみてください。お願いします。お願いします。さあ、ぜひね、この会場出る前に、はい、Facebook でパピプペポと調べて、はい、申請してから帰ってほしいです。僕2人だけすいません。はい、すいません。ちょっと今のボーリングしてボーリング好きなんですよね、はい。はい、というわけで、はい、はい、こんなパピープペポですが、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。リンゴをひっくり返します。リンゴは
後大ヒント、もう皆さんにこれ以上ない大ヒントです。バナナを見せておきます。そしてリンゴをひっくり返すだけです。さあリンゴはどっちでしょうという問題なんですけれども、バナナもう見えてますよね。こっちバナナですよね。じゃあこっちは何でしょう。こっちがリンゴやと思う方。そうですよね、そうなんです、バナナはこっちなんです。でも私お腹空いたので食べちゃいました。ありがとうございます。そうです、では次夏目に変わります。はい、続きましてウサギちゃんを2匹連れてきました。黒のウサギちゃんと白のウサギちゃんです。はい、かわいいですね。はい、で帽子も白と黒の帽子があります。帽子をかぶせます。中何も入ってません。入ってませんね。はい、かぶせます。そして黒のウサギには黒の帽子をかぶせます。はい、中何もありません。このウサギちゃんたちですね、かなり暴れ回ります。ぴょん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 。さあ、するとどうなるんでしょうか。見ていただきましょう。イルージョン
あれ、パピピピと出てこないですか。おいでおいで、サクサクと、まあ、パパッと、パパッと、はい、告知を、なんか告知のある方いますか。はい、はい、明日、先ほども言いましたが、はい、ワクチンがライブと言いまして、あ、ワクチンか、はい、はい、なんと1日に2回ライブさせてもらいます。はい、はい、なのでぜひ明日も見に来てほしいです。お願いします。行きます。今回はフェイスブックにアップします。よかったな。はい、ありがとうございます。はい、かちゃんは、はい、私も明日はですね、スーパードーム、新フリカー店に来店イベントで行きます。カチアのバイト、はい、そうです。バイトじゃない、はい、ドキッドガールのイベントなんで。バイトやもん、はい、違いますよ。そんで、22日もイベントがあって、23日は、はい、カツラ店に来店イベント、はい、京都全部カツラ店にイベントで行くのと、すごいね。そう、あと今月の31日と3月の1、2、3もスーパードーム桃山店に来店イベントで行かせてもらいます。行ったらなんか設定のとか出してくれる。いや、そういうのはないです。ういう、はい、普通にトークして盛り上げてるんで、よかったら皆さん遊びに来てください。はい、あとですね、はい、ABC 朝日放送さんで、はい、モテキュンっていう番組のレギュラーに出させてもらってるんで、よかったら見てください。はい、はい、あとカジカジやろ。あ、そうですね、カジカジっていう全国紙ファッション雑誌なんですけども、そちらの方にも私ちょこっと3月号に出させていただいてるんで、よかったら買ってきてください。はい、コットンは、はい、私たちまず始めよう、毎週水曜日じゃなくて各週の水曜日、19時半から20時半までコットンキャンディーの騙されてんじゃねえよ配信しています。ぬるささんが、はい、はい、はい、そのぬるささんの番組です。はい、はい、で、あさってですね、あさって22日、はい、日曜日にアクナコレクションというファッションショーがありまして、はい、私たちアベノキューズモールのキューズガールズというイメージガールをさせていただいているので、はい、それのファッションショーがありまして、はい、他カンコレさんととかコラボしているので、いろんなモデルが出ます、はい、そこで、ね、キューズモールって職場の裏とか西成の西成、あのね、アベノです。アベノです。職場ちょっと行って炊き出しとかやってるとこちょっと行ってみじゃないですか。違いますよ、何と感じがしてるんですかね、ちょっとわかんないですけど、小竹芸能の門田さんにまた帰っていただき、1日2回が2日連続なので、また時間を時だけでも来てください、はい、あとテレビ関係がいつも言ってる通り、11チャンネル、ジェイコムの11チャンネル、カッティビー、はい、毎週土曜日11時から11時半で放送しています、はい、レポーターとナレーションもしているので、はい、ぜひ来てください。あと日だけなんですけど、千葉テレビ、はい、2月だけなんですけど、深夜ドラマに出させていただいてます。1時半から2時まで、毎週火曜日に映らないんですけど、はい、毎週火曜日、はい、ただ DVD が出るので皆さんお楽しみに。わー、見たいね、はい、千葉テレビさん、割と面白いのやってて、普通に番組的に、はい、いろいろやってますね。そんな感じです。次回がですね、ヌルライブさん、3月27日の金曜日ですので、皆さんお楽しみに。女子高生と女子大生のファッションショーですから、うわー、キャピキャピしてますね。めちゃめちゃいい匂いします。いいですね。いい匂い出ないってわけじゃないですよ。違いますけど、女子高生とかも大人数でやります。いいですね。まだまだこちらで やらせていただく詳細は、まあ、はい、ホームページの方見ていただければと思います。はい、はいはい、この後は物販交流タイムも、はい、ちょっとだけね、はい、やらせていただきますので、楽しみにしてください。